感謝します。この季節にあなたが国々を揺り動かしてくださっていますそれは揺り動かされることができないものだけが残るまで揺り動かしてくださっていますお父様今あなたがこの季節にエクレシアを立て上げてくださっています国々を治めるエクレシアダニエルやヨセフエステルデボラたちを立て上げてくださっています儀なる政治を もたらしててくださっています私たちはそのようなエクレシアを今まで見たことがありません。ですから、全ての縛るものから私たちが解き放たれ天のお父様、全能の神であるあなたと私たちが一致して、またイスラエルと共に立つことができますように。また私たちは神の子としての成熟さにしています。で全ての相続物が、えー、望んできたことです。私たちは宣言します。 イエシュアの思いが解き放たれますように、このエクレシアが出てくるときに、国々が羊の国々へと変えられるときに、私たちは肩と肩を並べてお互いと共に立っていくことができるようになると宣言します。政治的にも、また私たちの関係においても、そして私たちが。 世界の国々を妨げようとする、また横道にそらさようとする、その暗闇の力に立ち向かっていくことができますように、政治の場において、裁判所において、国々のそのような場所において、神の国が激しく前進しています。そしてあなたを愛する者たちが激しくそれを奪い取っています。ですから、国々を弟子とするとどういうことか教えてください。あなたの栄光が 海が血を覆うように覆いますように。ハレルやアーメン。